始まりました。ポケモントーナメントウルトラカップハイパーボール。ポケモンたちの技や特性を生かした素晴らしい戦略を見せてほしいものです。戦う構えに入って、さあまずは鋭い当たり、おっと、歌った、あーっと眠ってしまった。両者とも大健闘です。ここで目を覚ました。おっと、金縛り、おっと、失敗、白熱したバトルが続いております。おっと、ステルタックル、ダメージは大きいぞ。ここでダウンです。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでウィンディの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。ここで地震攻撃、おっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでバタフリーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここでジューダスボルトだ。狙い的中。さあここで急所を捉えた。さあ肩や体力的に押されている格好だ。激しい攻撃、よし当たった。おっとダウンだ。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここで波乗りだ。おっとこのポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。はじめから大変なバトルになっております。ここでオブスターの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さあここで、おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあこれはあまり効き目がありません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで10番ボルトだ。弱点をついた。あーっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでマタドラスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここでサイコキです。決まった、効果的な当たり。おっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。
今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。激しい攻撃、おーっと一発目から猛烈な当たり、あーっと速い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここで丸まゆみの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。この攻撃、おっと特殊能力がダウン。勢いのある攻撃、狙い的中。白熱したバトルが続いております。ここで最高気です。大きなダメージ、おっとダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでニョロボンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いった、決まった、効果的な当たり、あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。さてさあ手始めに、鋭い当たり、おっと電気波、おっと麻痺してしまった。白熱したバトルが続いております。おっと毒ガスだ、技がうまく決まりません。さあこれは水一撃、両者とも大健闘です。両者向き合って、ここでポケモンをチェンジだ。ここでジュゴンの登場だ。おっと麻痺して動けません。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。あーっとスノドリルだ、おっと当たりません。この攻撃、おっとポケモンの選択を誤ったか。さあ激しいバトルです。戦う構えに入って、おっとおっと攻撃が外れた。ここで10番ボルトだ、決め十分。ここでダウンです。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでニドキングの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。あーおっと、これは外れ。ここで再撃です。おーっとこのポケモンではまずかったか。あーっと一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。さあもう後がないぞ。おっと体力が残り少ないぞ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。
おっと眠り子だ。おっと失敗。おっと麻痺して動けません。両者とも大健闘です。ここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。おっとここは動けません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれはよし当たった。これはどうだ。よしあっとダウン。